岡山イオン駅前の周辺を来たことある人って人多いんですけど、やっぱりこの副館長っていうのはちょっとなかなか来る機会がないんですよ。勤めてたお侍さんが行く、はい、行く場所がなくて、はいはい、ここで商いを始めたっていうようなことを聞いたね。ここもなんか外国人の人が泊まるのが上にあって、持ってるみたいな。あんなお店なんだな、これ。でもカニって書いてあるんで、あ、さあ、はい、はい、はい、すいません、ありがとうございます。はい、今日はちょっと西口の方面をね、ちょっと行きたいなと思って。そうですね、あちらが岡山駅西口で、まあ、ホテルグランビアがありますね、見えてますけど、今日はね、こっち側の副館長ね、結構テレビ局とかピックアップしてるディープスポット、ね、ここはもう結構高校とか、はいはいはい、その通学路になったりしてるしね。で、歴史もね結構長くて、でなんか結構古いお店屋さんとかラーメン屋さんあったりとかね。へえ。そう。ちょっと今日はね行ってみようかなと思うんですけど、はい、結構ねやっぱ西口も開発されててね、こういうおしゃれですね。おしゃれなイタリアンの。激しいな。バリバリ行くね。バリバリ本当。はい、やってきました。副館長ですね。副館長。なんか津山のあの商店街と似てる。思い出しますね、ちょっとね。こっちはこんな感じでしたもんね、ちょっとね。うん、そう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 。似てるね。そうだ、でも全体的にね、この。岡山シーガルズとか、ね、バジアン、あ、ね、ピックアップしつつ、岡山イオン駅前の周辺を来たことある人って人多いんですけど、やっぱりこのね、副館長っていうのはちょっとなかなか来る機会がないですよね、やっぱね。ないね。で、ここいろいろレトロとモダンがミックスした街、副館長商店街。もうなんか1867年の大政奉還、はいはいはい、ね、普通の侍の時代から、ね、天皇のそういうね時代に変わった時で、多分その時にそのお城に勤めてたお侍さんが行く場所がなくて、はいはいはい、そこで商いを始めたっていうようなことを聞いたね。で、戦後もねいろいろ頑張って、今に至るというか。なるほど。もう多分ね、やってないお店もあるけど、こうやってね上見てたらこういうねなんかカステラ屋さんとかあったりとかね。でもお菓子屋さんが多いね。そう、お土産とかですね。うん。あ、結構これもね、こっちありますか。こっち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 。これチェーン店かな。でも本店で、でこっちも、ね、これもあれだね、長いね、歴史は。結構なんか、有名人が。有名人が。森末慎二さんとか、なんか有名よね。うん。あ、よしよしよし。たまちゃん。いや。よしよし。だから、アーケードにね、持ってます。そう、なにこれ。珍味の一切、一緒に。あ、車。危ない車。え、あ、そういう感じ、そういう感じ。まあでもなんかそのあれよね、9時から21時まで、あの自転車とか乗り入れ禁止みたい。まだ8時ですね。BGM は鳴らしてんの、ね、レッスンみたいな。あ、なんかもしかしたら演奏してるんですか、もしかしたら。うん、レッスン的に。あ、車来た。お、マジでこれ入ったらあかんやろ、これ。まだ8時だよ。やべえ、やべえ、やべえ。すごい、すごい。あれだったんですね。閉まってます。おい、ポンポンやって。ピンポンって。
出てこない。トイレだろ、たぶん。いろいろあるね。ザクザクがどこあるんですか？そう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 。早閉まるの早いみたい。早いですね、結構ね。7時に閉まる。なんか、音楽すごくないですか、ここなんてね。うん。結構ね。どのもねえっすよ。そう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 。あ、これどのもお店なんだ。ほら見て、ほら、結構上ドローン通れるね。あー、すごいすごい。あ、でもこれも古いね、看板ね。いいですね。え、いいっすよ。まあな、行ってみましょう。うん、初めて、うん、あ、すいません、ここなんか、百人の人が泊まるのが上にある。ええー。持ってるみたいな。あ、そうそうそう。下がバーカフェ&バーみたいな。あ、そうなんですか。お兄さん、あれ、この。従業員じゃなくて。じゃなくて、普通に。あ、そうですか。あの、結局そうやったら。お兄さん出したのに乗ります。あ、まじっすか。はい。まあ、楽しんでください。ここにも、あるね。おしゃれなところが。いいですね、なんかね、もう、うん、今度、デートに。デートにね。ここは？あ、でもゆっくりな。今フィリピンの方が経営されてるみたいなね。昔ながら。でもまあ、本当にここ商いをしてるんだなっていうような。ね、ところですね、本当ね。うん、いや、昔の建物は昔のままっていうのはね。うん、残って、だから、レトロとモダンなね。そうですね、作りが。でもここもね、この焼肉屋さんも結構有名な。お、有名なんですか？有名、結構美味しかったよ、本当にここは。え、なんだこれ。すごい、砂漠屋に。え、なんだこれ。これはこれ何のお店なんだろう、これ。でもカニって書いてあるんで、あ、さ、香り高いコーヒーをどうぞ。え、いや、あんまり説得力がないかもよ、この状態だったら。どれでいいか。なんなんすかね、タバコとか。なんか、ソーダにあるアンテナのイエーイみたいな、ね。まあ、すごいレトロな感じだけど、なんか組み合わせて作ったような。何なのかがちょっとね、サワガニの手。なんか書いてあるのかな、平石美術展。あー、いろんなものね。あ、今が旬の子持ち皮ガニ、美味しい。ん、うわ、気持ち悪い。マネクジですよ、あ、ここ昔交番だったとこだ。あ、そうなんですか、ね、うん、今の町内のなんかそういう待機所みたいな。店長商店。そうだよ、うん、商店街。なんかありますね、なんか。あるある。うん、そうね。クラフトビール。なんだこれ。え、お姉さんだ。ストリートアート。すごい、そこもあるんですね。うん、あるね。美味しいかな、これ。どうなんだろうね、これ昔から知ってるけど。焼肉屋さん。あー、美味しいね、わすよ。うん、美味しい。一つだけ、ちょっと明かりがついてますね。ポツンとあるんだけど、なんだろうね、マネキン。なんか違うね、雰囲気が。
小さな店、店うん、すごい、なんかいろんなものがありますね。なんか、おしゃれな、庭みたいな、え、すごい黒いっすね、食べてる。いや、すごいですね、これ。うん、ゆっくりできる、おしゃれ。思い出した。どうですか今日は。いいですね、なんか今日はね、本当。なんかあんまり栄えてないところもあるんですけど、こういう風にやっぱなんかそのちらほらとやっぱりそのめっちゃすごいところ、いいところもあるんで、そのレトロな感じとモダンな融合で ね。それは本当その通りですね、本当に、ね。結構これも多分古い鳥をね。とかね、再利用してね、うん、でもその中にちょっとしたちっちゃいお店が入ったりカフェがあったりとかして、結構ね、目で楽しめる、味で楽しめたり、そう、雰囲気で楽しめたりとか、女子高生とかもいいんですけど、外国の方もなんか結構英語とかでいろんなとこ書かれてるんですよ。うん、あと Wi-Fi もあったりとか、うん、そういう面では本当にもうなんかいいんじゃないかなっていう、ね、お館長ね、いい感じで。ちょっと寂しい感じだけど、やっぱみんなどこかに集まってると。そうですね、結構人多いとこが多かったし、はいはいはい、普通のちっちゃいお店でもその結婚式 その2次会3次会やってたしね、意外とやっぱ穴場ですね。みんなこういうとこに、ね、来てゆっくり、うん、いうわけで、だから行きますかね。というわけでここで飯食って帰ろうかな。裏番スピチューブ始めました。普通では上げられない動画、未編集の動画を主に上げてます。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。